清水博康は、元フジテレビのバラエティチーフプロデューサー。2009年、フジテレビバラエティ制作センター企画担当部長に就任。2010年、父親の死去をきっかけにフジテレビを退社。現在、株式会社、サンティ代表取締役社長、株式会社フォーミュレーション代表取締役社長、株式会社 SLT 代表取締役社長である。 松本人志と放送作家である高澄剛のラジオ番組放送室出演時のトークによると、成果は平安時代から続く京都の寺院であり、学生時代から自動車を所有していた。東京大学卒業後、1989年に富士テレビに入社。高級食材に関する造形が深く、その金銭感覚や人間性について、しばしば同番組内で、 松本や高須の話題に上ることがある。入社後しばらくの期間は営業部に所属していたが、ラブラブ愛してるのアシスタントディレクターを務めたことをきっかけとし、制作スタッフとなる。その後、1999年の正月特番、決定。モノマネ王座決定戦ベスト展内で出演者の松村邦博にモノマネをされたり、2004年4月の、へえ、へえ。 へえ、hey! 生放送スペシャル内で用意しておいた紙吹雪を出すタイミングを誤り、松本人志に安田大サーカス化と指摘されるなど番組内での露出が増えていった。2003年に働くおっさん人形モーニングビッグ対談で初めてチーフプロデューサーを務めた。このように松本人志とは講師にわたって付き合いがある。2009年 不動産関係の会社を営んでいた父親の死去をきっかけに父親の営んでいた不動産関係の会社株式会社サンティの代表取締役を引き継ぐとともにテレビ関係ではテレビリサーチ会社株式会社フォーミュレーションの取締役社長に就任合わせて広告メディアプロデュース会社株式会社 SLT の代表取締役にも就任 花草を食べると、松本人志に暴露される。花草を食べるだけではなく栄養ドリンク剤をついたちに、何本も飲んだり無駄に日焼けをして、あだ名が、黒清水と言われても何もやめない性格。バラエティのパターンを掘り下げたが視差が甘すぎず、死弱の分析すら研究していないことが、暴芸人から、暴露されて、笑い物にされている。また、へイへイへイプロデューサー時代。 福山正春が歌っているのを見て、福山のなら、加えられますね。と意味深な発言をしている。本人は何も気づいていないことが、多くたまに自分でウィキを書き換えている。ありがとうございます。